はい、これがアラットです。その名もアラート君っていうやつで、200番だっけな、ちょっと忘れました。確か200で、アラットは、だいたい200から400ぐらいの、流動になります。で、で仕上げとっていう順番で研いでいくっていうのが、まあ、セオリーですね。で、アラットは常に使うわけではなくて、刃の形を何らか変えなきゃいけない時に登場します。なのでちょっと欠けちゃったとか、刃先が曲がったから角度を直したいとかっていうところで登場します。で、通常の研ぎであれば、中砥石から使っていくという形になります。で、研ぎをするときに、砥石を用意します。で、はい、研ぎ始めますっていうときに、必ずしなきゃいけないのが、砥石の面出しです。で、大工道具の場合、ほとんどのものが平らに研がなきゃいけない、丸のみとか、反り台とかって刃が、R の形状じゃないもの、平らになっているものはほとんど、平らに研がなきゃいけないので、砥石の砥面ももちろん平らじゃないといけない。なのでここを平面にします。で、砥石の平面を出す方法はいろいろありまして、私が学校で習ったのは、コンクリートブロックに砂を巻いてこすりつけろというやり方を習ったんですが、めっちゃおすすめしません。やばいぐらい砥面が荒れるのと、コンクリートブロックは結構すぐへこむので、あんまり意味がないんですね。で、あとやり方、メジャーなやり方としては、同じ番手の砥石同士をこすり合わせる。これどっちも旋盤なんですが、これをこすり合わせて、高いところがそうすると減っていくわけですね。で、平らが出ると。で、あとは、この手の面直し用の砥石を使う。これはダイヤモンドの電着のシートがここに貼ってありまして、これをこする、平面が崩れないんですね。で、これを使って平面を出すと。同じようにこの手のダイヤモンド砥石、これも平面が崩れないので面直しに使えます。なんかどれかの方法で砥面の平らを出すと。で、平らを見る方法なんですけど、鉛筆とかでこうマークを入れて、で、これ使ってみようか。で、こすります。そうすると、今これ若干ここがへこんでるわけですね。で、当たりが弱いので、ここがきちんと当たるところまで砥面を削ってあげると。こんな形になります。で、これで研ぎ出します。で、すでに仕込まれているカンナでしたら、ほとんどの場合表の研ぎだけで、研ぎ上がると。で、これは裏はもう研いであるカンナ刃なので、表を今日は研いでいきます。で、ここの面、ここしのぎ面と言いますが、この角度が要はカンナ刃の刃先の角度になりますので、この角度を崩さないように研ぎます。で、通常は、カンナの場合だと28度が良しとされてます。なんかこれ汚いけど、こういうゲージがあるんですね。で、一応セオリーとしては、硬い材料をやるほど、刃先角は、
鈍角にすると、で柔らかい材料ほど鋭角にすると言われてますが、その人の、まあ、作業も材料も関係してくるし好みもあるので、まあ、それで刃先角を調整していいと思います。で今これ実はだいぶ寝ちゃってるんですね。これ今25度ぐらいかなまで、まあ寝ちゃってるのでこれ寝すぎなんですね。からまあ本来は直していかないといけないんですけど、まあ今日はこのままいきましょうか。で、こういうの以外には、まあ、手作りのもあるんですけど、こういうまあカードとかでこう切り込み入れてチェックするっていう方法もあります。みんないろいろ工夫してやってますね。こんなやつですね。はい、じゃあ解いていきましょう。で、まあご存知の方も多いと思うんですけど、カンナバですね、あの鋼合わせっていう方法で作られています。でここが、地金軟鉄ですね。でここが鋼になるんですね。で、硬さがかなり違うので、まあ、この柔らかい地金って柔らかいんですけど、柔らかい地金でこのしのぎ面のほぼまあ半分以上ですよね、7割ぐらいを形成して、そのしのぎ面の形状を保ったまま鋼が研げるというのがこのしのぎ面の役割ですので、まあ、ここをいかに崩さずに研いでいくかっていうのが重要になります。で、さっきこの刃かなり寝ていましたけど、角度が結局柔らかいんですよ地金って。だから漫然と研いでいるとどんどん地金ばかりがこう研げて角度がどんどん寝てくる、まあ、ここが刃先が鋭角になってくるという現象が起きています。このカンナも起きていますので、研ぐ時はとにかくこの刃先の鋼を研ぐんだと、鋼を研ぐんだっていう意識で研いでもらえると角度が狂っていきづらいです。だからそれを意識して研いでいきましょう。で最初にこの留面ですね、留面と、しのぎ面のこの地金の部分をなじませます。こういう感じで、このしのぎの今この辺まで当たってきましたね。でこれで、まず取っかかりを作ると。でそれからこう刃が安定したら、特にちょっと丸っぱ気味のやつとかを研ぐ場合はこの最初の取っかかりの平面を作るっていうのがとても重要になります。で当たってきたら全体的に当てていくと。はい、当てていきましょう。でこういう形で研いでいきます。まあ、押さえ方はこれも人それぞれで、だんだん自分のいい手の形を見つけていってもらえればいいのかなと思います。でまたちょっとなんかややこしい、私サウスポーなので右利きの人はこういうポジションになるわけですね。右利きちょっとできない。これを逆に考えてもらって、でほぼこの今刃先を押さえてる4本の指で立ててます、刃を。で親指とこの後ろにかけてる指はまあ支える程度で、角度を決めるのはここの今刃先を押さえている4本です。
で、歯の大きさが変わったら、まあ、指を3本にするとか2本にするあの狭い歯だと2本にするとかで調整をしていくと。だからまあ人によっては私は割と手が小さめなのでこの大きさでも4本必要なんですけど、全然多分4本指並ばないわっていう人もいると思うんで、そうしたら2本とかもしくは3本とかで指の本数で調整をすると。でさっきも言いましたが、とにかくこの一番刃先に力をかけたいので、ここを抑えられるようにすると、こういう形ですね。で、今私はこう刃数というか斜めに角度をつけて、歯を動かしていますが、これも人によって違います。このまっすぐ研ぐ人もいれば完全に真横にしてこう研ぐ人もいるんですね。でそれぞれいいとこと、問題点とある。で、まあ一応そのこういうのを教えてくれる学校だと、まあ、この研ぎ方ですね、まっすぐ砥石に対してしのぎ面を直行方向に当ててこう研ぐというのが一番良いとされます。ただ刃の幅によってはこれが無理だったりもしますが、こう収まるんであればこいつが一番良しとされると。でただこの研ぎ方は一番難しいです。結局この砥石に当たるこの距離ですね、これがまあ一番短くなると。で短ければ安定がしづらいので、一番安定して研ぐのが難しい研ぎ方になります。でかえって、まあ、縦研ぎとか言うんですけど、この研ぎ方は一番歯を安定して置けるんですね。なのでこの丸っ歯には一番なりにくいです。あと、この刃先に砥石が当たりやすいので、研ぐスピードとしては一番速いですね。要はこう鋼の部分が研げて歯返りが出たら研ぎ上がりっていう判断でいいんですけど、その歯返りが出るスピードが一番速い、こういう研ぎ方ですね。なんですが、まあ難点としたら刃先のラインが曲がりやすい、こう綺麗にこういう歯に対してまっすぐのラインを作るっていうのがこれだとちょっと難しいんですね。で大体はどっちかに荷重になってちょっとずつ曲がっていってしまうと。でもう一つは研いだ後なんですけど、まあ砥石の傷が入るんですね、この研いだ面に。刃先にこう砥石の傷が入るんですが、この研ぎ方だとこう刃に対して刃先のラインに対してこう直角方向にバーッと傷が入ると。でこの研ぎ方だと刃先に対して平行に傷が入るんですね。で結局その傷の入り方によって刃先の摩耗度が違います。だからこう刃先のラインに平行に入っている平行に傷が入っている状態だと、その一番先端が摩耗したらもうすぐ切れなくなっちゃうと、まあすぐ摩耗しちゃう。でこっちの研ぎ方の縦のラインだと先端の摩耗のスピードが遅い、だから要は長切れすると言われてます。まあ実際そういう傾向はあると思います。で私がさっきやってたこの斜めの研ぎ方、これはまあハイブリッドですね、両方のいいとこ取ったよみたいな研ぎ方です。で
この縦方向の距離もある程度取れて、刃先の角度も見やすくて、で、かつ摩耗に強いというのがこの研ぎ方になります。なので、どれがいいっていうのはなかなか言えないんですね。その目的とか、例えば仕事中に研ぐからとにかく短時間で研ぎたいとか、いろいろあると思うんですよ。だからそういうのに合わせて研ぎ方変えればいいんじゃないかなと思います。砥石の大きさもありますよね。砥石の大きさとか刃の大きさとかもあると。で、最初に練習するとしたらこの斜めが一番やりやすいじゃないかなとは思います。角度は自分が抑えやすい角度でいいんですけど、抑えやすい角度で抑えやすい指の形をいろいろ模索して、で研いでてもらえればいいかなと思います。私も慣れない間はこの辺皮むけたりとかしました。抑え方がなかなかカチッと決まらない間は痛い思いもしたんですけど、決まっちゃえばねスルスル研げるようになります。もう帰り出ましたね。で、あと砥石の砥面の話なんですが、砥面はすぐ、減っちゃうんですね。その形がさっき平面を出しましたけど、この3ストロークぐらい当てるともうそこはへこんでます。なので、この同じとこばっかりで一生懸命研ぐんではなくて、位置変えて、全面使うようなイメージで研いであげてください。で、あと動かすストロークですね。動かすストロークも、人それぞれです。私は割とこの砥石の幅いっぱいぐわっと研ぐタイプなんですけど、人によってはこの短いストロークでこう移動してっていう風に研いでいく人もいるので、これもやりやすい方法でいいかなと思います。で、とにかく刃先にちゃんと力がかけられるやり方ですねを見つけてもらえればいいかなと思います。あと、なかなか慣れないうちは往復で研ぐのは結構難しい。丸っぱになりやすいので、片道だけでやりやすいのはおそらく行く方向だと思いますので、こっちだけ力入れる、押す時だけ力入れると、こんな感じで研いでいってもらうと、割と、しのぎを丸っぱにすることなく平らに研げるんじゃないかなと思います。お疲れ様でした。